皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。お世話になっております。突然ではございますが突然ではございますけれども、2018年の3月から、個人的にギター教室をスタートすることになりました。わー、まあ、皆さんご存知かと思うんですけれども、去年いっぱいで僕はアフタービートミュージックスクールという職場をですね、退職しまして、でその際に結構ね、いろんな方からその、竹田さん辞めちゃうの、俺通おうと思ってたのにな、なんか電話したけどいっぱいって言われ続けて全然行けなかったのに辞めちゃったのかよっていう方結構いらっしゃったんですけれども、安心してください。3月から、個人的にギター教室をスタートするので、ぜひご利用いただければ嬉しいなという感じのお知らせの動画でございます。完全マンツーマンのレッスンなんで、本当レッスン内容はですね、もう超絶自由です。アコギでもエレキでも構いません。もう何だったらウクレレとかベースとかでも構わないし、カホンとかでも構わないし、でちょっとサックスは僕があんま吹けないんで、サックスはあれですけれども、まあ、普通に弾き語りとか、なんかボイストレーニングとかでも構わないし、ピアノとかでも全然構わないですし、普通に作曲とか音楽理論とかでも構いません。皆さんが、皆さんよくあるパターンとしては、そのね、皆さんが練習している曲とかあるじゃないですか、楽譜とかあるじゃないですか。で、その楽譜を持ってきてもらって、この運指をどうやるんだとか、このピッキングをどうやるんだとか、このフレーズはこれで合ってるのかとか、どんな感じで練習すればいいんだなんていう時に、ピッキングを書いたりとか、運指を一緒に練習したりとか、ちょっと楽譜をアレンジしたりとか、で、こう耳コピーして、あ、これちょっと楽譜が間違ってるみたいな感じで修正したりとか、もしくはその、フレーズを乗り越えるために特別な練習メニューを作って、これ毎日やってくださいねみたいな感じで渡させていただいたりとか、そんなこともすごいたくさんやっておりました。普通に理論的な話、作曲の話、そういうのでも全然構いません。ひたすら1時間ずっとアドリブセッションとかも割とあった話でございます。よくあります。で、本当に自由、本当に自由。もうどんくらい自由かというと、マジで自由。もう本当こういう動画の撮影の仕方とか、その照明の立て方とか、編集の仕方とかでも別に構いませんし、もう何だったらそのね、カバー動画の作り方とか、レコーディングの仕方とか、ミックスの仕方とか、そんなでも構いません。YouTube とか Twitter とか、ああいう SNS を使ったプロモーションの仕方とかでも全然構いませんし、あと普通にもう部屋の中にキッチンがついているので、チャーハンの作り方とかでも全然構わないです。本当にもう僕はその持ち得るものだったらもう全部その皆さんにお伝えしていきたいなと思いますので、本当にお気軽に自由にこんなことをなりたい、あんなことを教えてほしい、伝えていただければという感じでございます。で、その中からね、その一緒にこうやり取りをして、面白い時間を過ごせればな、楽しい時間を過ごせればなと、有意義な時間を過ごせればなと思っておりますので、ぜひご検討いただければという感じです。基本的に1コマ60分で考えてます、60分。でも60分なんですけれども、ちょっと事務員さんというか、その事務職の方がいるわけではないので、細かいその予約のやり取りとか、僕が直接やらさせていただくんですよ。なので、1コマ60分とさせていただいておりますけれども、実際レッスンタイムとしては45分と思ってください。45分。で、その15分に関しては、後片付けとか準備とかに費やさせていただこうかなという感じです。まあ、イメージとしてはね、毎時55分ぐらいに来ていただいて、ちょっと準備をしていただいて、で、0分からレッスンスタートして、で、45分にレッスンが終わって、片付けとかをしながら、で、また別の方がね、50分とか55分ぐらいに来てもらって、ちょっと入れ替えをさせていただいてっていう感じで進めていこうかなと思っております。でも、2枠、2コマ連続とかだとね、その転換の時間がなかったりとかするからね、また長くレッスンできたりとかするんですけれども、まあ、そんなことも含めていろいろご検討いただければという感じです。細かい話はブログの方にバーッと書いてありますので、よかったらご検討いただければというお知らせ動画でございました。まあ、本当ね、結構そういうね、習いたかったという方がね、すごいたくさんいらっしゃいますし、以前通ってくださった方の中からも、なんかすごいね、ギター、もう竹田先生に習えなくて超ショックなんですけど、みたいなことを言われてしまったので、まあ、ちょっとそんなのを申し訳ないかなということで、まあ細々とながらも、限定的な、ね、曜日になってしまうんですけれども、開講させていただくこととなりましたので、ぜひともご検討いただければという感じです。で、まあね、ちょっと難しいところなんですけど、このアフタービートギターチャンネルってあるじゃないですか。ちょっとこのアフタービートっていう名前をつけてはいるんですけれども、もう今となっては正直アフタービートとあんま関係ないところにありまして、ちょっと動画を見て、アフタービートにその問い合わせをする方は、まあね、今でもちょこちょこいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとね、問い合わせしていただいても僕、あそこにいないですし、あんまりね、今、そのに、関わりがあるわけではないので、別に喧嘩別れとかしてるわけじゃないですけどね。チャンネルの名前をね、本当はね、どうしようか迷ってるんですけどね、でもなんかさ、いろんなブログとかで、ね、紹介してくださってるじゃないですか。竹田さんのね、チャンネルが面白いみたいな感じで、アフタービートギターチャンネルみたいな感じで。だから今さら、そのチャンネルの名前を変えると URL が変わっちゃうから、その紹介してくれてるブログが無効になってしまうんですよ。
それはさすがに忍びないなと。せっかくいろいろ書いてくれているのに、あのね、ページを落とされた人がね、ほれほれ、どれどれってポチッとクリックしたらね、ページねえじゃねえかみたいな感じになっちゃうから、それはさすがに忍びないんで、まあ、アフタービートギターっていうチャンネル自体はそのままの名前でありますけれども、まあ、一応ね、その管理としては、その僕が、滝沢ギター .com の代表として、滝沢勝内がやらせていただいておりますので、まあ、その辺はね、ちょっと混合しないように気をつけていただければなという感じでございます。で、その相模原駅前にあるカフェなんですけども、あのカフェですけども、別にカフェ営業はそんなしないつもりです。普通に事務所として使うつもりなので、カフェなんですけれども、でもまあね、そこそこ人が入れてね、いろいろこうセッションとか、なんかこう講習会とか、なんかこうセミナーとか、なんかこうみんなでね、こうね、ワイワイと盛り上げるような、何かもね、一緒にやっていきたいなと思っておりますので、まあ、レッスンはどうしようかなーって感じでも、なんかそういうイベントがあれば行きたいなと。なんかギタリスト交流会とかね、ジャムセッション会とか、なんかね、みんなでこうなんかいろいろこの話やディスカッションとかね、なんかそのね、そういうのを楽しみにしていただける方でしたら、ぜひあの、ね、遊びに来ていただければという感じでございます。詳細は全然決まってないんですけれども、いろんな面白いことを、ね、そこの場所を使って仕掛けていきたいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いしますということでございます。それでは今回の動画は単純にギター教室スタートするからよろしくねというお知らせでございました。ぶっちゃけまあ日曜日は今もうほぼほぼ埋まってしまっているんですけれども、月曜日、火曜日、水曜日の平日に関してはまだまだ全然空いておりますので、よかったらご検討いただければという感じでございます。よろしくお願いします。それでは、詳しい話はブログの方をチェックしてみてくださいませ。また違う動画でお会いしましょう。じゃあね、バハハイ。